皆さんこんにちは、ケンです。台湾に来て驚いたことがあります。みんな家を購入するのが常識になっていることです。日本では持ち家派と賃貸派が分かれ、いつも大論争しています。またお互いがとても感情的になります。どうしてでしょうか。さまざまな意見を調べました。さあ見てみましょう。どう考えても障害コストは賃貸より持ち家の方が安いです。日本の12の県の空き家率が 20% 以上。将来は価格が暴落します。最近一戸建てを買いました。こんな安心感は初めて味わいます。持ち家の友人は都市開発で固定資産税が上がり苦しんでいます。将来家は資産になるのになぜ買わないんですか。昔親戚が買った3000万円のマンションの価値が今半分以下です。猫をたくさん飼っているので賃貸では不可能です。20-35年ローンは危険が大きすぎます。収入を維持する自信がありません。結局賃貸派の人も一生家賃を払い続けますよね。私は普通の会社員なので数千万円の借金をする勇気がありません。自由にリフォームしたいから私は持ち家派です。海外などいろいろな場所で生活したいので賃貸派です。建物の価値は将来ゼロになるけれど土地の価値は残りますよ。昔のバブル崩壊後の恐怖を知らない人たちが多すぎます。今はバブルです。私は返済が終わって今は全部資産です。人生が楽になりました。家を購入する時の不安は、この人と結婚していいのかなと同じだと思います。知り合いの家に行ったら賃貸派の自分も欲しくなってしまいました。イケメンの友達が結婚して家を買ったのに、
彼の浮気で離婚されてしまいました。20年住んだ4000万円の家が6000万円で売れました。住宅費がただ同然です。賃貸派です。でも宝くじに当たったら家を買うかもしれません。ローンが不安なら現金一括で買えばいいと思います。なぜ日本の急激な人口減少リスクを考慮しないんですか？実は高齢者はマンションを貸してもらえないことが多いです。老後は公営住宅に住めばいいんです。私の祖母の家賃は月たった2万円ですよ。自分の田舎では中古一軒家が数百万円で買えます。田舎の山付きの古民家には憧れます。でも都会では賃貸がいいです。賃貸派の人は大家さんの代わりにローン返済をしているんです。近い将来の大地震が予想されています。私は絶対に賃貸です。私の県では賃貸より買った方が圧倒的に安いので持ち家が常識です。一生同じ家に住み続けるのは変化がなくて退屈です。賃貸だといつか住む家がなくなるかもしれないと不安になります。家は選べますが隣人は選べないので賃貸が安全だと思います。